はい、どうも VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP ですということですね。本日なんですけども、久々の使ってみた動画でございます。はい、でもサムネ見てもらったら分かります。こちらの選手です。はい、新庄剛志選手ですね。いや、新庄です。はい、新庄選手ね、もう極みにしました。はい、限界突破コーチ1枚使いました。まあね、守備がね、もうこれ特殊済みなんですけど、えぐないですかこれ。もうちょいで S なんですけど、まあね、外野の守備ってすごい大事なんですよ、リアタイにおいて。まあ、守備固めでも使えるし、もう極みにしちゃおうかなと思って極みにしました。まあ、ライトとかも守れますし、とりあえず今日はセンターのレギュラーでいきますけど、ちょっとどんな感じになるか次第で、ガチでレギュラーも考えてます。なので極みにしました。特殊も全部しましたし、まあ、特殊努力はね、ちょっと左投手はあんまり上げてないんですけど全部上げました。まあ特殊能力がねそこまで強くないんですよね。超プルヒッターチャンスっていうのはまあチャンスの場面で回ってくるとかが、まあ3番とかないしや、まあ下位打線がいいんかなっていうふうに思いますけどね。でギータがセンターなんで、そのギータの出すタイミングだとちょっとリアタイのオーダーも見たいんですけど、あ、ちなみにねリーグオーダーも同値なんで、まあ今回は入れなかったですけど、もしかしたら今後入ってくる可能性もあります。とりあえずこんな感じでギータの出すタイミングですよね。新庄選手がレギュラーになった場合どうするかですよ。まあ堂林選手のとこに代打かな。いや、わからん、難しい。うん、まあちょっと考えます。はい、なので今回2番で使っていきたいと思いますんで、ちょっと楽しみですね。はい、お願いします。はい、ということでここですね。ちょっと見てこの守備範囲見て、亀井選手としこれ抜けへんでしょ絶対。外野、これで外野抜けたら訴訟もんでしょね。訴訟もドラえもん。え、まあいいです。はい、そんなことね、どうでもいいですよ。さあいきます。まずは高めのツーシーム。あのね、山口投手めっちゃ強いんですよマジで。あ、落ちるこれ。あ、山口投手ね結構通用するんですよね。ちょっと見したいですね。またね、今日はちょっと回ってこないかね。2試合するとしても山口投手体力回復してないんで、さっきねちょっと何リハビリで一戦やったんですけど、なかなか打ってたんで今日も期待していいですよ皆さん。久々のリアタイ動画なんで。え、インサイド落ちました。抜けたか。いや、いや、新庄早っ。新庄選手めっちゃボールオン早い。さすが A、 うまいなこの人。どうしよう。あー、いいボールですね。いやー、ツーシーム狙ってるやろな。あー、ミスだ。うわー、まず。これフォアボールでもいいな。まあ、いいか。オッケーオッケー。いや、ツーシーム打つと思うんですよね。まあ、いいか。おお、豪快。怒ってる。めちゃめちゃ怒ってた今、岡本投手。岡本投手じゃない、岡本選手。ブチギレやった今。怖。オッケー。うわ、マジ。いやー、この方結構振らないですね。よし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 。ちょっと定位置にしようかな。定位置にして甘めのツーシームでフライ。よし、いや、定位置にしてる。新庄これ新庄選手やから取ったんじゃない今の。ね、今の新庄選手やからできたこと。天神だからできたこと。さあ次はバッティングで見せてほしい。いや、あれ多分ね、ギータとかって落としてた多分。いや、いいな、やっぱりセンターへ。よいしょ、オッケー。さあ新庄選手、ほんまはねチャンスがついてるんでここじゃないんですけどね。新庄選手、いや、ミートがきつい。いや、打ちやすいぞ絶対これ。はいはいはい、高弾道なんですけどホームラン結構打ってたんでね、 V ロードで。おー、よう見た。 2-1。 うわー、ナイスボー。うわー、マジか。ちょっと今のはパワーのなさを感じましたね。まあ、当たりが悪かったかな。さあ村上選手、よし。ああ、いや、何その守備、めちゃめちゃうまいやん。けど今の取られてたらゲッツーでしたね。バッティング全然良くないし。はいはい、よしとも、よしよしよし、オッケーオッケー。いやー、けど今の入らんか。うわー、壁、ここでギータか。ここでギータっすね。新庄選手が4番、レギュラーになった場合はここでギータか。いや、下位打線に新庄選手を置いて上位でギータでもありやな。えぐっ。さあどうしようかなこれ。なんか負けそうな予感してきたよ。よし、ちょっとガチで抑える。負けたくない。振ってよー。ツーシーム狙ってんのか。カットボール行こう。結構このカッターが、よしよしよし、カッターのところにツーシームでもあるかな。
よっしゃ、ちょっとセンターに打ってほしいな。高め投げてみよう。まずは先頭バッターを打ち取っています。うわ、うまっ、いかれた。負ける、負ける、負けるよ。朝6時半ですよ今。朝6時半、今日新幹線で東京行かないといけない。東京行く前に負けるのやめて本当に。はいはいはい、あ、山川選手のオインカー入れてないんや。なんでそんな見るん、めちゃめちゃ見るやん。ボールや、これもきっつ。もういいや、もう打ってくれ、打てもう。よし、多分速い球回ってるな。うん、オッケーオッケー、よし。さあ代打吉田正尚さん、いくよ。とりあえずホームランで追いつこう。よし、よーしよしよし。今のね、結構ピッチャー最近取るからな、あれ。うわー、堂林さん、まあいいか、堂林さん、ホームラン打てるバッターがほんま良かったっけね。うわ、うまい。今のなんかめっちゃ縦スラに見えた。ボール、よーし。さあ次ストライク入れてくるか。これゲッツーだけはマジで防ぎたい。応援歌バグってる。堂林選手の応援歌まだ変えてなかった。いやー、俺ね、これ浅村選手とこちょっと山田選手に変えようかなって最近思ってるんですよね。なんかなんとなく。オッケーオッケーオッケー、ツーボールノーストライク。よし、いやー、今のもうちょい待ったらなー。うん、さあ坂本勇人選手、もうここはスリーランで決めてもらおう。いやー、キレが出てる、キレてるわ、めっちゃ球がキレてる。ボールやけど、ボールやけど、よしよしよし。そう、ランナー判断悪いて、ランナーの判断が小学校やって。頼むわマジで、今の絶対抜けたって。さあ誰、ああ中川選手。さあタイピンは出ずと。 A ランクじゃなかった今、まあ、いいか。ツーシームやろどうせ入り。ああビッグライオッタニサイン。はい、ということで2試合目ですね。また高校です。もしかしたらカットしてるかもしれないけど、一応喋ってきます。うん、時間、動画時間的にどうなるかわからないからね。結構さっきいい試合したから。いや、満塁ホームランで決めたらめちゃめちゃ気持ちかったっすねマジで、久々。 OK、 さあ石川投手強いよ。もうこのね、全国大会の解説してたら石川投手が出すぎて、なんていうかな、もう俺も石川強になっちゃったんですよね。やっぱりそんだけコントロールもあるし。ナイスボール。いや、これ落ちる。うわー、汗、山田選手に変えるの忘れてた。いやー、相手結構オーダー強いですね。打率も高かったような気する。よし、あー、ラッキーラッキー。さあ今回新庄選手1番です。お願いします。山本由伸選手アニバーサリーか。いや、これ縦カットの、縦カットの由伸ですね。おー、ナイスバッティング。うわー。待って待って、こんだけで新庄選手全然今日打ててない、やばい。あ、やば、投球テンポめっちゃ打ちにくい、やばいな、なんか翻弄されてる。淡白な攻撃が続いてしまう。あぶねー。さあもう塁出てます。もう打ちやすすぎて今多分ベンチにいます筒香選手も。どう、ははか、ベンチにはおらんかったけど打ちやすい。もう塁に出てましたね。はい、塁出済みでした。あー、ここでギータでもいいけど特殊能力出てるから亀井選手行こう。おい、いやー、亀井選手いいわ。亀井選手の打ちやすさは一級品ですね。さあここで出てくるギータもなかなかなプレッシャーですよ。めちゃめちゃ怖いよこれ。ああ、変えるか、そりゃそうやな。ああ、宮西さん、さあタイピンチ出ず。ああ、マジか。はい、ということで先行ですね、3試合目。ちょっとこれで終わりたいと思います。相手のピッチャー、ディクソン投手、チャンスですね。さあ行くよ、もう時間ないからね今日。ボール、よーし。あ、新庄選手の応援歌入れてない、忘れてた。また山田選手にも変えるの忘れてるし。うわ、マジか、ナックルカーブの使い手きた、これ入れ入れ、いやー。めっちゃ打ちやすい新庄さん、やっぱ。いいな、ちょっともう一回回ってこんかな。そうですね、ああいった形で先制できると。よしよしよし、 いける、これもう一回回せる。いや、今多分皆さん見えてないと思うけど、俺ガッツポーズしてましたからね、左拳で。ホームラン打った瞬間にガッツポーズしましたから今。やっぱこういう使ってみた動画でホームラン打てるとめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。よし、食った。さあ亀井さん、
先ほどの勝ち越しホームランですよね。あれが効きましたね。来いら、よーし、これガチ目に回ってくるな。もう一回さあ大体ギーター、この場面で点を取りに行くということでしょうね。よいしょー、大丈夫これ 7、8、9、 あ、回ってくるな。初球は何で来るか。いや弾道がアーティストなんよ。弾道がね、ラインドライバーじゃないんですよ。弾道がアーティストなんよ、堂林さん。まず何を投げてくるか。よし、いやこれやばい、これ回ってこうかも。ちょっと待って、これホームラン、ホームランで回ってこうへん、やばい。あー、あれ出した。